全身濡れてめんどくさいトパも気を乾かすのに時間がかかるって言ってる今は2対1だよ反撃される準備はできてる森から無人島へ行って生活するのはめんどくさい最初はそう思ってたでも島の風は心地いいし 日差しも暖かいゆっくりしに来るのも悪くないあ,あびっくりした俺と一緒に水遊びがしたいのか嬉しいな水のかけ合いにするかそれとも泳ぐか一緒に遊べるなら俺は何でも嬉しいぞあっ奇襲しやがったなおかげでビチョビチョじゃねえか 俺様に喧嘩売ってんのか絶対許さねえぞ食らえはっ、あ、このようなめちゃくちゃな試合のどこが面白いのだどうせ最後に勝利を手にするのは私だ異議でもならば今ここでもう一試合するか競技の内容は君に合わせよう 私と一緒にサーフィンがしたいだと刺激が欲しいなら太陽の都の闘獣場でレオガーシャレースをするのもいいだろう私の実力を知りたいかうわ全身濡れてめんどくさいトパも気を乾かすのに時間がかかるって言ってる 今は2対1だよ反撃される準備はできてる森から無人島へ行って生活するのは面倒くさい最初はそう思ってたでも島の風は心地いいし日差しも暖かいゆっくりしに来るのも悪くないああびっくりした 俺と一緒に水遊びがしたいのか嬉しいな。水の掛け合いにするかそれとも泳ぐか一緒に遊べるなら、俺は何でも嬉しいぞ。なっ、奇襲しやがったな。おかげでびちょびちょじゃねえか。俺様に喧嘩売ってんのか絶対許さねえぞ。くらえはあ このようなめちゃくちゃな試合のどこが面白いのだどうせ最後に勝利を手にするのは私だ。意義でもならば今ここでもう一試合するか。競技の内容は君に合わせよう。私と一緒にサーフィンがしたいだと刺激が欲しいなら、太陽の都の登場場で、 レオガーシャレースをするのもいいだろう私の実力を知りたいか森から無人島へ行って生活するのは面倒くさい最初はそう思ってたでも島の風は心地いいし日差しも暖かいゆっくりしに来るのも悪くない うわ全身濡れてめんどくさいトパも毛を乾かすのに時間がかかるって言ってる今は2対1だよ反撃される準備はできてるああ、びっくりした俺と一緒に水遊びがしたいのか嬉しいな水のかけ合いにするかそれとも泳ぐか 一緒に遊べるなら俺は何でも嬉しいぞなっ奇襲しやがったなおかげでビチョビチョじゃねえか俺様に喧嘩売ってんのか絶対許さねえぞくらえはぁいこのようなめちゃくちゃな試合のどこが面白いのだどうせ最後に勝利を手にするのは私だ意義でも ならば今ここでもう一試合するか競技の内容は君に合わせよう私と一緒にサーフィンがしたいだと刺激が欲しいなら太陽の都の闘獣場でレオガーシャレースをするのもいいだろう私の実力を知りたいかうわ全身濡れて面倒くさい ソファも気を乾かすのに時間がかかるって言ってる》《今は2対1だよ反撃される準備はできてる》森から無人島へ行って生活するのは面倒くさい最初はそう思ってたでも島の風は心地いいし日差しも暖かい》 ゆっくりしに来るのも悪くないあ,あびっくりした俺と一緒に水遊びがしたいのか嬉しいな水のかけ合いにするかそれとも泳ぐか一緒に遊べるなら俺は何でも嬉しいぞあっ奇襲しやがったなおかげでビチョビチョじゃねえか俺様にケンカ売ってんのか 絶対許さねえぞ。喰らえはい、あ、このようなめちゃくちゃな試合のどこが面白いのだどうせ最後に勝利を手にするのは私だ。意義でも。ならば今ここでもう一試合するか。競技の内容は君に合わせよう。私と一緒にサーフィンがしたいだと刺激が欲しいなら。 太陽の都の闘獣場でレオガーシャレースをするのもいいだろう。私の実力を知りたいか